阪神とヤクルトの練習試合では阪神のドラフト1位佐藤輝明とヤクルトのドラフト1位木澤尚文の対決が実現。その初球、木澤の151キロのストレートを捉えた佐藤、この打球がタイムリーツーベースに。対外試合の打率が4割に迫る佐藤、開幕スタメンへその勢いが止まりません。一方ヤクルトのドラ1木澤はその後もタイムリーを許し、さらに2回で4つのフォアボールも記録するなど課題の残る登板となりました。